いつの間に強兵が坊主になってる。関係に。さあ、ということでやってまいりました。すごいな、気合い。いつも大食い対決やってるじゃないですか。でも最速は誰なんだ。ということで今日はメガ牛丼2個早食い大食い対決よーし。お腹空いてたんだよ。カモンベビーアルミカ。ちょっと待って、知らないおじさんで。これが俺センター。立って立って立って。気持ち悪い。これどうにかせえ。これお前気持ち悪い。はい、ということで、はい、今日やってもらう人たちは僕以外のこの3人でーす。しゃー。強兵と大輝が早いということで、まあ入れてやった。俺早食いやばくない？知らん。やばくない？まあでもこいつはね、早い。とりあえず、まあ、30秒握り一発クリアした男。いや、そうラストホースということでやっていきたいと思います。よっしゃー。で、今日はね、もう何使ってもらっても大丈夫。これとりあえず早く食べてください。早く食べよう。早く。はい、まあでもこんだけ量あるんで、お腹いっぱいになるかもしれないから、お前抜かせるチャンスだもん。まあ確かに結構早食いと大食い結構兼ね備えたちょうどいいよね。早速やっていきましょう。飲み物飲み物。ASMR ね。無音にしてるからね。無音にするか。早食いしてる間っていうのは多分結構必死だと思うんですよ。そうそうそう、うん、だからいつもの大食いと違って喋る暇もないと思う。だから今日面白い動画にするために今から30分間ここでフリートークします。議決感。はい、ということで僕がね、後ろでワンワンやっとくんで、トリチンゲールはあのタイマーってなんだお前。タイマーをセットしといてくれ。うわ、緊張してきた。それでは早食い大食い対決、よーい、スタート。いただきます。やばい。さすがね、恭平さんはもう面白いこと一つもやれないです。大食いファイターですから。何一つやらなかった。大輝もう半分ぐらい食ってんだけど。そこね、お前1分半経過。なんと1分半でですね、大輝選手もう一つ終わらそうとしてます。バシモ、こんな早いことある？あ、恭平結構食らいついてる。さあ1個完食。タイムは1分52。まあやばスピード。お、恭平さん1個完食。タイムは2分30秒ですね。ちょっとね、きつくなってくる時間帯ですよ、これ。あー、早くも大輝が半分を食べ終わりそうだ。うん、ここで遅れながらもターボーさんが1個完食。タイムは3分20。あー、本当にすごいねこれね。あんまり言うじゃん、松木さんだわ。さあ、喋る余裕もある大輝。さあ、追いかけるただの面白くない坊主。そして一番遅い大食い王者です。おっと、恭平さんがちょっと来てるぞ。うわーっと、余裕の表情。もうあと一口。食い終わる。あと1秒。はい、5分ちょうどだ。余裕の優勝。中途半端に早い坊主。フリーズ。待って、お前らもう食えよ早く。お前なんでお前左鼻から鼻くそ出してるの。鼻くそさん。はい。はいじゃねえ。おー、でも今日は頑張ってる。いや、今日は頑張ってるよ。いや、お前バインミーって、お前春巻きの時の強えじゃん。お前早食い全然やないか。タモさん、美味しかったです。美味しかったです。なんで早食いになったらこんな食えんくなる。自分のペースじゃないと、はい、マジですぐたまる。泣くな、泣くなよ。多い。多いな。なんでこんなにさ、早食いご飯が多いの。ねえ、教えてよ。なんでこんな。でっかい容器をさ、2個も食わなきゃいけないの。大食いだからだよ。ほんとこの角度おじいちゃんすぎだろお前。俺のおじいちゃんと全く同じ格好してるよ今。せーの。はい、競泳終了。15分。よく頑張った。2位だお前は。あんた何してんすか。じゃあ一緒に踊れば食えるから一緒に踊るじゃん。ギブアップです。ギブアップです。
くない？でもこいつ残すって珍しいんや。はい、ということで第1回早食い大食い対決は余裕勝利で大輝の結局俺が強いんだよ。やばい、だって一口目で半分いってた。大輝すごいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。やっとだぜ俺メインで。サボすぎるなと思ってもチャンネル登録高評価。想像掴む覚悟でぶっかまされてる奴ら蹴っ飛ばして、誰もが羨む生き様見せるぜ。 Yeah yeah yeah